沖縄県庁舎は沖縄県那覇市泉崎にある広域自治体たる沖縄県の役所の本庁舎である。隣には沖縄県議会、沖縄県警察本部庁舎がある。近くには那覇市役所やテレビ局、百貨店、銀行などが立ち並ぶ。沖縄県庁の歴史は琉球処分に伴う一連の流れの中で1879年に 通道町の旧薩摩奉行所跡に仮県庁が置かれたことに始まる。1881年の沖縄県設置に伴い県庁として正式に発足し、1920年には新庁舎が落成し現在地に移転した。沖縄戦時は1944年10月10日の10、19襲で消失し、宜野湾村に一時移転した。米軍上陸後は、 首里の号へと移り、陸軍第32軍司令部の転戦に従い、沖縄島南部を転々とするが、1945年6月9日に、マブニ村内の号にて、島田明知事の解散指示によりその機能を停止した。戦後は、旧県庁の跡地に、米軍の手により、琉球政府、米国民政府、立法院、琉球民裁判所などの庁舎が建築整備された。 1972年の本土復帰に伴い、琉球政府庁舎が顕著となった。1968年に、米国民政府が移転し、また復帰により、国家事務を扱う部局が移転したことで一時的に余裕ができたが、行政需要が増大したことで庁舎が手狭になってきた。緊急に、プレハブ庁舎を建てたが間に合わず、近辺の民間ビルを借りて対応しなければならなかった。 そこで、1981年により、沖縄県総務部に、県庁舎建設準備室を設置し、計画が進められていた。沖縄県庁を中部に移転し、第1庁舎や沖縄県議会の保存を求める声があったものの、1986年に第1庁舎、第3庁舎、旧司法庁舎などを撤去して着工。ところが、琉球王朝時代の幼業か 枠田窯が発掘され、移転論なども再噴出した。結局、釜は掘り出され、那覇市おもろ町の那覇新都心に移設された。移設後、工事が再開され1990年1月に新庁舎が落成した。1986年起工、1990年春工構想の庁舎は仕上げ材料の異なる三層構成となっている。庁部は、 近くにある琉球放送のアナログ放送を、STL 派を、富城市の旧 NHK 沖縄放送局にある、送信施設に届かせるため、切り爪屋根の中央部の曲線で切り取っている。正面玄関上部には、シーサーを取り付けるなど、伝統と現代の共生を目指している。1991年には、第32回、BCS 賞を受賞している。展望室は、 西側しか見ることができない。景色は海や那覇の中心街が見える。しかし、直射日光を遮るためか、窓が壁面から2メートルほど内側に入っているため、高いところに出たという爽快感はあまり感じられない。窓は開くことができるようだが、開けないでと書かれている。また、喫茶室がある。ありがとうございます。